じゃあ今日の人の紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、ストロベリーチーズ氷です。トップバリューの商品なんですけれども、ストロベリーチーズ氷、なんか似たよ、なんか最近この氷シリーズって結構流行ってるのかな、なんかセブンとかにもあるような気がしたんですけど、うん、トップバリューバージョン見つけたのでちょっと買ってみました。チーズかき氷、ストロベリーアイス、ストロベリーソースのハーモニー、マスカルポーネチーズ使用だそうです。はい、なんかちゃんと盛り付ける絵までちゃんと写真で載ってるね、優しいですね。こんな感じつっても全然光って見えないですね。うん、白に真ん中がピンクです。はい、こんな感じでいただきます。うん、氷だこれ。いちごが入って、いちごソースが入ってて、いちごアイスに周りがチーズ氷かな、溶けちゃったんですけど、あの氷がねシャリシャリしてて、ね、すごく美味しいです。うん、ちょっとチーズの匂いが気になる人もいるかもしれないけど、でもこれはこれで美味しいです。いちごのジャムみたいなのが入ってるんですけど、それが甘酸っぱさを出してて、うん、全体的にちょっと甘めなんですけど、だけどそのジャムがあることでなんか風味がいい感じになってます。シャリシャリしたチーズアイスって感じですね。いちごのところは普通のアイスです。うん、よいしょ、お疲れ様でした。今日はストロベリーチーズ氷が紹介しました。チーズの酸味が、チーズの結構香りが強かったので、チーズが苦手な人はちょっと気をつけてください。だけど、氷の感じといちごの感じがすごく、調和してて美味しかったです。はい、ぜひ皆さんも食べてみてください。はい、それでは。